意見も書いてる。3番乗り場到着の電車は海根県ビル列車となります。お乗り遅れの内容をご注意ください。なお一般のお客様はご乗車になりませんのでご注意ください。アイネケン列車、発車します。途中乗車はできません。なんか、メモ取りなの？はい。はい、ありがとうございます。近鉄ライナー選手と楽しむ、ハイネケン列車、乾杯！乾杯！ホームとする近鉄ライナーズっていうチームの、僕は豊田大輝と申します。ポジションは1番で、プロップやってます。僕は新人で高野蓮と申します。ポジションはウィングをやっています。よろしくお願いします。抽選会、近鉄ライナーのグッズが当たる抽選会っていうのが喜んでもらえて嬉しいですありまして、抽選で当たったらジャージ、これはまあセカンドジャージって言って、敵のアウェーの時に着る服が、ホームの時に行けるホーム用のジャージが当たりますので、あとラグビーボールもありますので、チケットの、座席番号でまた後で発表ありますので、ぜひ楽しみにください。お願いします。あ、でも見に行こうって、試合見に行こう、チェックしました。ありがとうございます。11月24日です。行きます。皆様こんばんは。こんばんは。本日はハイネケン列車にご乗車いただきありがとうございます。ありがとうございます。ただいまよりお楽しみ抽選会の方を、実施させていただきます。2人でよかったら、3号車や。続きましてセカンドジャージ3号車 14B、 3号車の 14B の方、セカンドジャージ当たりました。おめでとうございます。3号車 14B の方、もう一度トップリーグに復活してほしいなと思ってます。頑張れ頑張れライナー。はい、いいですね。間座って、ね、両選手が挟む形で。はい。いいんですか。本当、こうやってワールドカップのおかげでもあるし、
すごくなんかラグビーが盛り上がってくれて本当嬉しく思います。これからも応援よろしくお願いします。まあ明日練習なんで100点、はい、引っかけ問題でも思ったよりなライナーズファンも来てくれたりしてすごいやりやすかったんで、また第2回、第3回と続けばすごいね、楽しいって言ってくれた人多かったんでな。そうですね、ビール列車で来てくれたとか。そうですね、だから何に求められてるライナーズ列車とビールコラボしてそうですね、もう一回やろうか